我に求めよ。さらば汝に諸々の国を修行として与え、血の顔を汝のものとして与え、汝黒金の杖を持て彼らを打ち破り、東方の鬼物のごとくに打ち砕かんと。さらば汝ら諸々の王よ悟かれ、血の審判人よ教えを受けよ。恐れをもて主に仕え、おののきをもて喜ぶ。子に接吻せよ。恐らくは顔は怒りを放ち、何時ら道に滅び、その怒りは速やかに燃えべきよ。アンデルセン、全て神よ頼む者は幸い。